はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで前回の続きですね、マニアックを倒しに行きたいと思います。このゲームの醍醐味、マニアックだけどめちゃくちゃ弱いっていうねもう最古だったら楽しかったのにな。なんでこんな弱いボスになり下がってしまったんだろうな。今回もね、まあ、なかなか強いあの武器を揃えてますから、そんな時間かかんないで多分倒してしまうんじゃないかなと思ってます。マジかよ。この上がね、なんか海賊章みたいなあれになってるんですよ。このブラックフライデンリアルおかしくなってるな、頭がおかしくなってる。オッケー、じゃあもう行くぞ、行っちゃうよ。お得な取引、意外にでも、あ、ちょっと待って、何この水鉄砲いらないしリボルバーでいくか。あ、こいつらでも硬いな。え、死ぬ技だ。誰か助けて。拳銃じゃ死なないのかな、そういうこと。まあ、あ、こいつか。はい、あ、でも意外にちょっと待って、体力減らす。あ、やばいやばいやばい、はいはい、危な。うわあ、名誉ある選手のプレゼント。あれ終わった。これで終わり。うそん、マジで。なんでこんな弱くなっちゃったの、ボス。あとこいつら倒すだけか。あ、じゃあ、はいはい、いた。え、誰これ。うわー怖いお前誰だ誰だよお前ら海賊省のやつらか。怖っ。あ、いらないし、宝箱とか。上になんか誰かいたような気するんだよ。あ、いないっすね。死にたくない。下か。あー、いたいたいた。ちょっと待って、これ食らうんだっけ。あー、あ、でもそんな食らわなかったな。オッケー、あとあそこに一人か。じゃあフレームボードいきましょう終わったあ、まだ生きてるナイス。もう一人なんか、これ誰が言ってんの、これいつも怖いなー。あー、いたいた。ケツ2本。あー、いた。え、あ、あー、そういうことか。死んでる人たちが起きてくんのか。大きなボートはいらなかったな。終わった。誰が助けてっつってんの、誰だ。助けてあげたいけどわからない、どこにいるの。これなんかモールの他のとこでもずっとこれ言われてて、わかんないですよ。地図に何も表示されないし、どこにいんのマジでわかんないんだよね。逆かな、船とかじゃないのかな。上、あ、いた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 、あいつか。あ、あれマネキンだと思ってましたわ。ちょっと待った、はいはいはい、マネキンじゃなかったんだ。ってことはもう一人なんかいましたよね、さっきね。ソフィア、俺が行けばいいのか。誰か、ちょ、待って待って待って、あれ、あ、ここか。はい、
え？怖いし何やった？もう助けたじゃん。ドクロの人もいないよもう。マネキンかと思ったよ。誰か助けて。どうしたらいいのよ。大砲撃ったらいいのかい？あ、これ選べないのか。なんかこれの敵を殺したらいいのかな。ずっと言ってんすよ。痛いな。ボギーモンスター、ちょっと待って。ここにね、開けられない。開けられるかな今。ダメだ。嘘だろ。鍵がないね。ここなんかあんのか。これ紫いる？これ何なんだろうな。これ？違う、これなんかね、わかんないですよ、何なのか。なんで紫色なんだろう。エンプロイオンリー入れないな。なんか隠れてんのかな。これがあるってこと？なんだこれ。コーヒー。え？これ何？ドギーバッグ。穴開けて。あれかな、服着替えられるよってこと。わからんなぁ。何なんだろうなぁ。誰かわかる人いたらコメント欄に教えてください。よくわかんないんですよ。あ、ちょっと待って。あ、なんか。あれ今なんか出。あ、こいつか。あ、こいつ倒せばもしかしてあの人たち助かったってことなんのかな。もしかしてそうかもしれない。これで助けてくれてありがとうなんないのかな。なんないな。紫のでもあの丸がすっごい気になるんですよね。なんなんだろうなこれ。あ、この上だ。これか。タクシールームみたいのがあるよってことなのかな。サウトライフル。あ、ロケランがあるな。ロケラン持ってきましょう。 RPG ゲッツ。あ、あった。ナイス。近くでエンカウンターがなんかある。あ、はいはい、オッケーオッケーオッケー。気持ちいいぜ。オッケー、お前もだ。オッケー、助けてよ。いいね。安全だからな。レベルまだ4か。あ、あとあの2人どうしても助けたいですね。あれ助けることによって絶対なんかあると思うんだよな。でももういないのかな。いる？まだまだいますね。誰か、誰か。何を助け。あ、びっくりした。もうフランク、もう本当にね。これ何をしていただきたい。ドラマ性助けたいけどな。わかんねえな。いや、じゃあちょっと目的地行きましょう。ね、ここか。意外に遠くないな。博士は反対側か。頭にドクロがついてるゾンビを倒せば大体その場所を制圧したってことになるんですけど、いないんですよね。上にいんのかな。どうしてもあのレベルを5にしたいんでね。ちょっと皆さんの見てる人的にはめんどくせえなおいって思うかもしれないけど、ちょっと見に行きますわ。こっちに誰かいんのかもしれない。だっておかしいもんね。あんな助けてって女の人に言われたらやっぱり男として行く。あ、スクラップがある。男として行くべきだと思うけど、上見る限りいないんですよね。
ーっとこれ言ってるもん。あれもう一人の人いなくなった、もしかして。手を貸して。はいはいはい、バールしか取れないよ。これどうしたらいいのよ。何をしてほしいの、オタクは。撃てばいいの。助けて。何よ何よ。ああもうダメだ。いたた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 、よしもう行こう。こいつ助けられない、助けられないぐらいだったら撃つ。ローレ、助けて。いやまた戻ってきますわ。ちょっとわかんないな、何を求めてるのか彼女が。ネクサイム。博士はあんなとこ博士がいそうな場所あったかな。全然覚えてないな。ああ危ねえ。すごいな、久々にモール来たもん。ここか、左ロブサコデジタル。あ、ここじゃないな。あ、違う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 。うるさいうるさいうるさい。ああやばい、ゾンビ成り立てのやつが来てる。危ない。あのスーツはまさか、まさか。やったロックは。こんな店欲しいな、うちの近くに。なかなかないですよこの店は。バーゲンのせいか。さすがカプコンだね。ファイナルファンタジーじゃないや、 FF か。これにもなれんの、レスラーの服。いやーこれでいいでしょう、これがいい。行かなきゃいけないとこ、これどうやって行けばいいんだ。ちょっと待ってよ。これ外、あここだな、ここだわ。戻んないとだ。じゃあ一旦ちょっと戻ろう。来た道を戻ればいいのか。まあ服装もらえたし OK だね。かっけー。あれこれなんかやったらロックバスターもらえるのかな。ちょっと待てよ、地図見ながらここまで来たよ。ちょっとまっすぐだな、まっすぐの。あ、これか、下だわ。ここ来ましたっけ。あなるほど、オールドタウンに行けんのか。おの、あ、近い近い近い。よし、合ってましたね。あー出ちゃうんですか、ここ。これ車乗っていきましょう。はい行くぞー。ね、気持ちのいいカントリーソングでも聴きながら。カントリーソングといえばテイラー・スウィフトですよね。まだ人気なのかな。え、おい、どこ行った。あ、めっちゃ遠いし。ここかよ。ここに今どこ。右だわこれ。意外に遠いな。この前のテネシーに出張に行ってきたんですよ。テネシーで有名な歌手といえば皆さんご存知ですか。意外に知られてないのかな。ここで合ってる。あ、こっちだ。テネシーはね、
エルビス・プレスリーなんですよね。プレスリーさんが有名なんです。おっと、あ、やべ。でエルビス・プレスリーハワイがね好きでね、私はポリネシアカルチャーセンターというところでアルバイトをしてたんですけども、そこにエルビス・プレスリーが映画で使ったね曲がったヤシの木がありましてね、エルビスっぽい歌が流れてミカ、よし、行くぞ。フォレスト・ガンプでもエルビス・プレスリー出てくるんですよね。よく覚えてます。一番最初フォレストがまだ子供の時にね、フォレスト・ガンプの家に泊まりに来るんですよ。そこで足の動きを見て、フォレストのね足の動きを見てエルビスがそれを真似してっていうちょっとしたシーンがあるんだけどね、キングオブポップ、ポップじゃない、キングオブポップはマイケル・ジャクソンか、キングオブ何なんだろう、エルビス・プレスリー、キングオブポップ、違う、ポップ違うよな、あ、俺違う、あ、待って、イベントあるからこれだけやっとくか、あ、ちょっと待って、何これ、あ、いやいや、くれてる、これにすっか、はい、オッケー。これが意外にあれなんですよ、スコアもらえるんですよね。こちらも引きゃいいか、あ、横断歩道を渡れよ、あ、ちょっと待った、ここじゃないな、ここじゃない、ここじゃない、あ、いいのか、右、おい、終わった、まあ歩いていこうかな、こっからめんどくさいし、ここ抜けていこう、これ絶対ロックバスターあると思うんだよな、わあでかい家、違う武器も使いたいな、同じのばっか使ってる、ねこれがなかなかつです、強いな、 Get out of here、 でモーゼみたいな、イベントが来てる、え、イベント、どこ、面白い、あ、またこれ、これ壊すだけでめちゃくちゃもらえますからね、そこは楽勝だな、オッケー、よーし、そして目的地に着きます、この、あー、ここか、俺が来れなかったとこだ、これブラッド、とあるオボスキリスの科学者を極秘に避難させられるか、もちろん構わないさ、ところでまたビッグのレポートを傍受したぞ、聞いてみろ、待ち伏せは銃撃戦に発展したらしい、アモンドが生き延びたかは知らない、目的は手段を正当化する、次のネタを得るために人を駒として使う、これってまさにフランクがやりそうなことね、ひどいな、あ、なんかヘリコプター来てるよ、え、なにこれ、敵、ちょっと待った、あ、ボス来てる、え、なにこれ、ちょっと待って、いきなり、え、なに今のボス的なやつ、ちょっと待った、え、あ、こいつか、お前助ける義理でもないけど、まあ、あ、なにこれ、あ、すごい、よえー、兵隊にボコボコだ、でも兵隊いなくない、
これめっちゃ強い。 あそこか。家に入れ。あ、これ何この兵隊のめちゃくちゃ強いこいつ。あ、あった携帯電話取ってよ。鎮静剤は効果。私を出して。出ないと動かないで。おいおいおい落ち着けって。フランク？リックか。なんで？あ、ここで何をしてるの？何をしてるかって？顔やばい。人間団に混ざって何か企んだりはしてないぜ。誤解よ。口を割らせようと女に拷問もしてない。すぐ銃をぶっ放す護衛もいない。お前とは違う。ここから出して。黙ってろ。いい加減にして。じゃあ何なんだ。納得いく説明をしろ。この兵士たちが誰の指揮下にあるのか、なぜアウトブレイクが起きたか調べてるのよ。ハモンドたちを撃っただろ。殺されかけたんだぞ。分かってるか。司令官は殺すなと命令した。先に攻撃したのはトムたちよ。信じたのか。馬鹿正直もいいとこだ。ちょっと黙ってろ。いやいや、ごまかすなよ。大きいネタを欲しいんだろ、特ダネよ。あなたにはそれが全てなのよね。取りたいだけ取ってお金をもらうの。手を引けひよこ。何よこの密漁者。あの顔見えなかったから意外だった。ここから出ないと奴らが戻ってくるかもしれないわ。解剖してたの。今のは誰？あなたのお仲間？ただの悩める若者だ。あんたが伝えたいことって？私たちがオブスキュリスで行っている研究は全て15年前に中止されたあるプロジェクトが基礎になってるの。15年前？最初のアウトブレイクの頃か。ええ、クリスマスの。そっちはここウィラメッテのどこかに隠された秘密の研究所で行われていたわ。なるほど。それでオブスキュリスが秘密の研究所を探し回ってるんだね。血まなこでね。クリスマスのあそこで行われていた研究は人間の存在の根幹すら。ちょっとごめんなさい、話の途中で切っちゃいますけど、アイテム捨てないと持てないから、まあこれいいかな。揺がすものよ。はあ、ほら見て、写真を撮りたければどうぞ。待ってね、グラブは欲しい。グラブ、アイスチェーンガン。あ、いや違う、ちょっと待って、あ、これだ。あ、これじゃないな。ベルト、なんか手のマークのアイテムで書いてあったよね。どこだ。ちょっと待って。バー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 、ないと作れるんだ。ん？あ、これだ。これ何？グラブ、これか。ヒイラギカザロ。まあまあだな。ああ、まあ敵がないとわかんないな。あとさっきのあれ見に行くか。アイスなんとかメーカーよし。一応ちょっと話進める前に上もチェックした方がいいかな。これ誰の家なの？お、人が死んでいる。グリズリーガールの、いや俺このコスチュームが一番好きですわ今んとこ。あ、メイド。オッケーパッド全然違うや。メイドの服かと思ったけど違ったな。じゃ、なしで。オッケーやってたんだ。これ親の部屋かな？あ、鍵、あ、違う、スキーか。あ、待って、これ何？スキーストックね。
OK、じゃあとりあえず今日ここまでにしましょう。次回ここの続きからやっていきます。ということでご視聴ありがとうございました。ピース。